いいっすね。気合入ります。勝ちは揺るぎません。それでも決戦の指揮を取りますか。イエス。初めのうちはまあ自分で指揮を取ります。ここはお任せくだされ。どうしようかな。まずせっかく取ったんで、この車がかかりの陣っていうのをちょっと試してみたいと思います。我が力お見せしよう。今夫人がどうなのか、この D とか C とかついてるんですが、これはこの正体の強さですね。で、このジンがあるんですが、このジンをこのジンのこの円の近くに入ると、この下の顔のマークのこのバーがあると、この白いバーがあると、これちょっと見えるかな、バーがあるんですが、このバーが士気なんですね、やる気ですね、兵士の。こちらが減るともう壊滅状態になっちゃって、もう言うことを聞かなくなって、もうどんどん逃げ出しちゃうんですね。で、この士気を上げるのに、この陣の近くに行くと、この士気が回復されるのが早くなる。実際に戦ってみたいと思います。このとりあえず始めよ。陣をもう片っ端から潰していくみたいな。始めるぞ。手を打とう。覚悟せよ。作戦をいざ参ろうか。まず自分でガーって攻めていくのもいいですし、まあこれはちょっと自分で見極めて、でこのハテナがついてると思うんですが、これちょっと本当ここにいるんじゃねえかなみたいな感じで、こうやって表示されてます。実際にいきなりポーンってここら辺に出てくる場合があるんですね。そういった場合、なかなか戦況がいきなり変わったりだとかもします。いきなり横からポーンなんて攻めてこられると、横腹を刺されるような、あ、来ましたね。知れておりますよ。脇腹を突かれるみたいな感じで、手を打とう。覚悟せよ。いきなり戦況が変わったりだとかします。で、この S ってもうこれすごい、こちら敵の居所なく補正がついてて知れておりますな。強くなってます。今ぞ攻め込め。策がある者がいると。とりあえずこいつ短期なんで、みんなで攻めていく。これに我が策、これに一人の敵に複数でかかっていくっていうのは、これは作戦の常套手段なんで、覚悟撃破していくっていう形ですね。覚悟せよ。敵の居所など知れておりますな。我らが破れるため、お、敵をとりあえず一体やっつけました。ちょっとこの顔怖いっすね。手を打とう。始めよう。すごい、いい感じで。これほどと。
で戦いはなんですけども、このこれ分かりますかね、このこの凸マークみたいなのがあるんですが、この一体だけ、これ家紋のマークなんですね。でこの家紋のマークのやつは敵の本陣部隊、まあ対象部隊ですね。自分もこれ丸2匹の対象部隊なんですけれども、この大将がつけるとこの戦いは勝ちになります。これになのでこいつを狙って始めよう。こいつさえやっつけてしまえば勝ちなので、心してかかれ。一旦引くぞ。改装しましたね。もう壊滅状態です。破れるとは。放て。撤退した。あ、いいっすね。この青いバーが全開になって戦況は我が方に完全に傾きました。これで戦いは勝ちですね。格の差思い知るがよい。あ、いいっすね。勝負優雅な戦であったな。勝ちました。まず初戦で勝ちましたね。で敵の本城を攻めます。でお城をこれ落とすには取り囲め二通りあるんですね。この強行にもうお城ガンガン攻めて潰してしまうっていうのと、あとは包囲して、敵の士気が弱まって降伏するのを待つっていうのがあるんですが、まあ包囲するにはちょっと時間がかかりまくるんで、もうこの1ヶ月以上、もっと2ヶ月近くになっちゃうと思うんで、もう初めのうちはガンガン今回は落としたいと思います。もう強行でいきます。この城もらい受けよう。でこの強行をやると一気に自分の兵士数が減っちゃうんですね。まあ犠牲がもうでかいんですが、まあ今回はで敵の武将を捕らえてこれ全員登用します。もう武将がもう6人しかいなかったんで、もう武将が欲しくてたまんないんで、まあ、ガンガン陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。出陣しよう。ガンガン攻めます。報告いたします。かしこまった。でこの徴兵なんですけれども、このお米のマークでこの上にバーがあるんですけれども、これを超えて徴兵しようとするとこれ収入よりももうお城で決まった必要収入っていうのがあるんですね。これを超えてしまうとこの民の信望を失いますということで、ちょっと民の忠誠度っていうのがあるんですが、これが一気に下がってしまうんですね。この民中ってやつですね。そうすると一揆が起き
起きやすくなってしまうんで、これを上回らないように、徴兵するっていうのがコツですね。あとは開発を、初めのうちはお金と兵糧が欲しいんで。承知いたしました。漁村と。かしこまりました。取引を行いましょう。で、ありがとうございました。取引で商人に取引を行いましょう。この兵糧を売るっていうこともできます。取り計らいます。ありがとうございました。で、兵糧を売って、とりあえずは承知。はっ。漁村などを増やしていきたいと思います。あとはこの知性塾っていうのがあると、これ武将のこの内政経験が上がる。で、この内政経験が上がると、この武将がどんどん成長していくんですね。で、この武将のステータスに統率、武勇、知略、内政、外交っていうのがあるんですが、こちらそれぞれこの統率、武勇、知略っていうのが、これは戦いに特化してて、この外政っていうのは外国とこの交渉したりだとかするのに、信頼度を上げたりだとかするのに、役立つ数字で、あとは内政っていうのは、それぞれこの開発だとかっていうのに役立つ、ざっと説明すると。こんな感じですね。とりあえずこんな形で内政はパパッとやって、取り囲め。この城もらい受けよう。とりあえずこの元同盟国を裏切って自分の支配下に置くと。戻ろうぞ。もう血も涙もないっすね。すごいっすね、これ忠誠度が低い。これは赤いのはもういつ裏切ってもおかしくないみたいな人たちが。これで武将を増やすことと、あとは自分の領地を、増やすことができました。これで同じ拠点が5個、これですごい強い北条家とも戦うことができます。今回はこの地盤を固めるということで、ここまでで今回は終わりにしたいと思います。ではまた次へ。